出ましたけれど、まずは平手さん、はい、はい、私はとにかくかっこいい CM を撮ってほしいですっていうことなんですけど、なんだろう、ライブとかでよく見る下からボンって出てくるのあるじゃないですか、あれをメンバー全員でやってすごいかっこよく決めるみたいな CM を撮れたらすごく嬉しいなと思います。ライブの通で撮れそうですよね、コンサート。確かに確かに、そして制作費も考えてくださってるんですね、じゃあね、きっとね。なりました。はいですね。今さっきのもかっこいい CM でしたけど、そうですね、やっぱりかっこいい系が私の中ではちょっと得意というか好きなので、うん、もっともっといろんな一面とか出していけたらいいなと思います。あ、いいですね。そうですか。横にいた志田さん、どうでしょう、そういうかっこいい一面を平手さんから見るとか、そういうのは。かっこいい平手大好きなので、もっともっと見たいです。普段もかっこいいですか、平手さんって。いや、ライブパフォーマンスとかはやっぱりすんごいかっこいい、顔つきが変わるので、きっとね、はい、ね、なるほど、わかりました、ありがとうございます。さあ続いて、じゃあ志田さん、はい、何でしょう。ザ・クール2人で雨の中クールなガムの CM、うん、なんかメンバーの渡辺梨沙と私はザ・クールって言われてて、だから2人でクールな雨の中で撮影がしたいなって思ってます。いいですね。お二人で、はい、あの土砂降りの中、風邪ひかずにびっしょびしょになりながら、はい、ガムを噛む、はい、噛む、あ、いいですね。これからの季節寒いですからね、びっしょびしょだったら寒いでしょうけどね。どうでもそんな感じで言ってますけども、梨沙さんは、はい、渡辺梨沙さん今、うん、あ、真中と普段も仲がいいので、うん、本当になんかこういう雨の中のなんか何も気にせずに雨の中びしょびしょになって、こういうのを撮っていただけたらなと思います。本当にそう思ってますか、今。なんか思ってますよ。いいですね。わかりました。ぜひね、そこも実現するといいですね。そんな渡辺梨沙さんは何て書きましたか。ちょっと真中のやつを見てちょっと言いづらいんですけど、隣にいるリカちゃんと奇抜なガムの CM をしてみたいです。真中じゃないですし、ちょっと申し訳ないですけど、リカちゃんとですって、志田さんですって、雨は嫌ですって、すごい悲しいです。